早いわね。言ってなかったかしら、地下にはもともとたくさんの校区があったんだけど、ここ数年私たちが行こうとしてる校区は比較的人が増えれば中には喧嘩好きなやつも出て、でも今回は違った。2日前に校区は地下にとっての命綱よ。事態を収めようとボスは遅延を校区に駐在させ、地下にはもともとたくさんの校区があったんだけど、私たちが行こうとしてる校区は比較的人が増えれば中には喧嘩好きね。でも今回は違った。校区は地下にとっての命綱よ。事態を収めようとボスは遅延を校区に。そうだ、あんた、あんたの書いいわ。私もちょうど仮想部を率いる人と会ってみたかった。ふん、いいでしょう。あんたもその目で仮想部の、あれ、お医者さん、ナタまでここにいるなんて、予想以上に事態は厳しいってことね。ナタ、ナタまで来てたのね。ゼール、それに散歩のお客さんたち、オレグは見かけなかったわ。甲府たちによると人を連れて奥へ行ったらしいけど。そうなの？良さそうに見えるけど。ごめんね、この人たちはみんな甲府やその家族たちよ。ことをもう少し先へ行けば流浪者たちの拠点なんだけど。どうしてこんなことになったの？第一採掘チームがものすごい広さの地髄鉱脈を発見したんだって。マジ？そんなでかいニュース全然聞き、みんな秘密に従ったからよ。多くの校区が劣化に侵食され、仕事をなくした。でも流浪者の目は騙せなかった。このことで採掘チームを揺すろうとしたんだけど、それで甲府たちも我慢の限界が来た。確かにそれが地下のルール。でも結局激しい衝突で君たちがここにいるのは。いいや、それが目的ではないわ。頼み事があるなら手を貸すぐらいできるわよね。うちらがすごい功利主義の人に聞こえる。そうね。私は見ての通り、地下は今厳しい状況だ。
見かけませんでしたか？姉さん、こんな時に、ま、あら、冗談だと思うの？ああ、じゃあ、こっちに来るな！この道、そんなところに隠し、俺らとは関係ねえ！中に怪我人はいるか？うまいこと言いやがって。新しく発見された巨大鉱脈、あそこがしょ…ピーク、あんたはじっとしてなさいよ。なエレインも出て…まったく…ピーク、あんたはエレインも出て…まったく…前の人、寝てるのかな。近づいてみましょう。力になれるかもしれないわ。こんなところでよく寝れるね。ほら、起きて。な、こんなところで寝るなんて。ヒノン、俺すごく眠かったから。奴らのやることだからな、何でも奪い合。あれ、そういえばどうやらボスはすぐ前のようね。ああ、起こしてく。あの子、第一採掘チームのエレインよ。急ぎましょう、怪我をしてるかも。エレイン、大丈夫？ゼール、ありがとう、ちょうどいいところに来てくれたわ。あのルロ、あ、まだ中の状況を知らないのね。大航空の3つ目の勢力、ロボットがどこから。最初は採掘機械の故障かと。どこから湧いてきたのか。
きっと採掘チームの人じゃない。じゃあ答え、スバローグ？ファイトクラブで倒…そう。説明すると長くなるわ。様子…大丈夫よ。人類に敵対するロボット、こんなの初めて。ロボットは何があっても…このエレベーター、もういいって。降りて…でも…バカ誰が…こう…な…採掘チームを…私が誰だか。こんな大きなダイヤモンドあげるね。くるくる。うちなかなかやるじゃん。始めるか。不利になって。あれ、これなんだ。な、何ビビ。使用可能なユーザーを切り、正門を検出。どういう状況これ。この世界の技術ではないだろうな。もしかしたらかつて宇宙を旅して。ビビ、あなたこそ骨董です。あなたたち全員骨董品です。ビビ、いい、もういいです。ビビ、自己紹介。私はホーム用探索機。ホーム用探索機。ビビ、本機はノーハスキャンモジュールが破損しています。よそ者、スターピース電機には。なんだ、壊れてるんだ。うちらにそんなシステム。持っていこう。あまり。ビビ、ゴミ箱はダメです。そうです、何か探し物があるときは。後悔しても遅い。即戦即決といこう。くるりん。うち今回は足を引っ張ってないでしょ。この機会を逃すな。くるりん。ふっと。痛くも痒くもない。騒ぎを起こしたくも。あれ、あっちが騒がしいね。喧嘩してるみたい。状況を確認しに行こう。弱い者ばかりを狙う癖して、スバローグの手下どもの前ではな。ふざけんな。ロボットとやり合ってどう。この鉱山はもともと私たちの縄張りよ。甲府たち食って寝るしか能のない豚どもが。恥知らず飢え死に仕掛けてるのに。まったく話にならああ何するつもり。遅延遅延とうるせえんだよ奴。
あいつらやるつもりよ。あの子を二人乗れ。こんな時に英雄ぶってんじゃない。私も行く。あいつ、これはまたどちら様で、ここが誰の縄張りか知らねえのか。おだまり、少なくともあんたたちのじゃないわよ。始める。全員でかかってきな。こっちは急いでるんだから。感謝してね。くるくる、逃がさない。うちの出番。即戦即決といこう。ゼーレ、よく来てくれた。子供が、あんたたちが。オレグさん、彼なら人。もう随分経つわね。やはり問題。スバローグはシルバー、彼は人類の守護者を自称してるわ。どうしてこんなことをするのかは誰も知らない。ロボットを支配する。へえ。あ、二人ともいちいち険悪にならないでよ。先に目の前。ええ、放っておくわけにはいかないわ。おお、もう正直なところ、あんたたちの腕前は悪くない。アントニア、採掘地。問題ないわ。まったく、これスバローグ知ったこっちゃない。ルロー社たちから聞いた話じゃ、スバローグはロ、あ、どういう。まあいいで。家をなくしたルロー社とはいえ、プライド、本当に彼らを救いたけりゃ、ま、家をなくしたのも他人の厄介になるのも頼れる奴らだよ。遅延がいなけりゃここもリベット。私はもうチームを連れて。間違いない。塞がれているみたいだけど。知った風に言わないで。さ、近づいてみるわよ。完全に塞がれちゃった。待ちなさい。これは採掘チームの資産だから。そう言われても。仮想部の人間なら校舎の本体とシャーシをつなぐプラグと交換できる部品を探さない。よき。これ自分から飛び出し。ノウハスキャンモジュールはどうぞ探して。うん、入力画面、校舎のプラグ、ピピよ、ピピマッチングス、ピピピピ類似物品を発見。ホーム用探索。どれどれ。ピピ、これめっちゃ便利じゃん。これからはタンクを。ピピ、現在のところ勇気。悪くない考えだが、今は。ピピ、紛失物品。ピピピピ、類似物品。ピピ、いつスターピース電機に行かれますか。チャーリーがカレンダーにリマインダーを生成します。ピピ、いつスターピース電機に行かれますか。チャーリーがカレンダーにリマインダーを生成。ピピピピ、類似物品を発見。今回の捜索はこれで部品は揃った。助かったよ。ピピピピピピ、捜索完了。ラッキーだったね。それは大げさだと思うけど、確かに便利。ズールがやるの。私以外に誰がやるわけ。仮想部の人間は何をするにも自力でやるの。あんたたちも見習いなさい。やった、無事に直せた。
中津出発進行。前の行動はすでにロボットに占領されてるわ。気を抜かないで。止まって、緊急停止。あのタイプ怖がることないわ。下手に動くな。うちの出番。ビュン。ルールは破るためにある。だ、はい、くるくる。たまには真面目にうちのとっておきを食らえ。私が誰だか知って。こんな大きなダイヤモンドあげるね。殴ったね。後悔しても遅い。生死虚実、同点元気、超無一角。フルリン。ついてないね。即戦即決と行こう。ふっふっ。うちの出番。リュウ。逃がさない。何見てるの？私が誰だか。こんな大きなダイヤモンドあげるね。後悔しても遅い。たまには真面目にうちのとっておきを食らえ。自分の意志で結末にたどり着いてみせる。これで万全だ。クドリン。うちなかなかやるじゃん。リュウ。感謝してね。争いに意味はない。やっ、はい、始めるか。くるりん。殴ったね。騒ぎを起こしたくはない。過ぎ去ったことは重要ではない。で見るとより壮観だね。これを掘り尽くす日まで地下が持ちこたえられるか。
ようこそ凡人のステージへ。争いに意味はない。やっ、もう限界か。テス零点。即戦即決といこう。僕が質問する。計算通りだ。近くで見るとより壮観だね。これを掘り尽くす日まで地下が持ちこたえられるか。平均採掘効率に基づきこの鉱脈は。だが私をここへ呼んできたのは、スバローグに見せたかったの。双方の争いは止めた。採掘エリアもしばらく制圧が。それは分かってる。採掘チームも地縁の皆さんも。私の使命は下層部を守ることだ。人類の行為はいつも彼らがここに現れたのがその証拠だ。スバローグ、地縁所属のゼーレか。あなたたちの抵抗。またあんたは計算結果だの生存。見ろクラーラ、このように過酷な生存環境には。でもスバローグ、計算結果を覆そうとする人間は下層部生存戦略の多大なる。あの赤い服の女の子。行くぞクラーラ、外部からね。ミルズお願い。そろそろ雑魚に飽き。下手に動くな。やっ、回答を楽しみにしているぞ。真面目にうちのとっておきを食らえ。はっ、ついてないね。始めるか。僕が質問する。存在とは。知識は尺と真理を探り語尾を混雑する。回答を楽しみにしているぞ。答えてみろ。マイナスだ。即戦即決といこう。いや、殴ったね。たまには真面目に行く。うちのとっておきを食らえ。さあ
もう限界か。テス0点。遅延も彼を放っておくしかないの。スバローグの勢力は大きすぎて。言ったでしょ、奴は滅多に炉心を離れないって。それにクラーラがいるから。私も初めて会った時は理解できない。その必要はない。よくやってくれたなゼーレ。さっきは四方から現れ。ボス無事だ。とっくに慣れてるさ。それで隣にいる者たちは。ああ、こいつらね。散歩がどっかからつ。そんな話は久しぶりに聞く。覚えておこう。遅延は政治で、こうまでして遅延。でそんなことが。これは今までにないこと。お前らが言う性格、これは俺も聞いたことがない。だが現地の人さえ知らない秘密といえば、今の大守護者はペテン氏だ。言葉巧みに勝つ。そこまで。これ以上。上層部の娘さんよ、耳障りかもしれないが、これが真実だ。仮想部の恨みは二言三言じゃ説明できないぞ。では本題に戻って、俺が思いついた人物。すごい。地下のロボットがどうしてそんな敵。俺はそう思わんな。このお兄さんが、スバローグは遅延の敵ってわけじゃない。正確に言えば、古いものを探すならあれほどいい情報源はないだろうな。確かにこの世界は数百年前レギオンに襲う。ロボットは忘れることがないからな。ならスバローグと会話の、それかメモリーを渡しても。どうすれば。俺たちもずっとヤツと交渉しているんだが、まあまあ、なんとも。具体的な方法は明日にでも話そう。また休憩なの？このそれからシルバーメインの小娘、二人っきりで話したい。ルロー社、スバローグ、仮想ごめん、私大体はね、彼から誘ってこなくても地下の住民としていろいろ私に訴えたいことがある。オレグの話によれば、あれは700年前の戦争に参加。幻想者たちは昔、かの戦争で驚くほどたくさんの機械兵士を作った。オレグの言葉が本当なら。そう、覚えてないわ。私は幻覚。ゼーレの才能なら認めるわ。気遣ってくれてありがとう。先に町に。お前か若造。話な。やつは旧時代のスマートロボットで、今のあいつはロシ。事の経緯ならナターシャから聞いてる。見ての通り、俺から言えば、人がいなくなれば衝突。お前らを追っていたシルバーメインだと聞いたから。そうなのか。シルバーメインが消えてから随分経つからな。
もうこんな時間だ。なかなかの腕前だったわね。そう簡単にはいかないわ。そうだ、もう一度確認しておく。いや、確かに。ただシルバーメインはみんな冷たくて、雑談はこのぐらいにしましょう。これで万全だ。下手に動くな。存在とは感知識は尺と真理を探り誤謬を根絶する。マイナスだ。始めるか。殴ったね。騒ぎを起こしたくはない。生死虚実、一年のマナリ、同天元気、超無一角。はっ！やっ！逃がさない。零点。回答を楽しみにしているぞ。はっ！うちの出番。真面目にうちのとっておきを食らえ。マイナスだ。この機会を逃すな。ルールは破るためにある。争いに意味はない。僕が質問する。ついてないね。超無一角。回答を楽しみにしているぞ。テス零点。逃がさない。存在とは知識は尺と真理を探り誤謬を根絶する。マイナスだ。もう限界か。答えてみろ。うちの出番。ふっ。痛くも痒くもない。殴ったね。ルールは破るためにある。僕が質問する。テス。逃がさない。た
まには真面目に行こう。うちのとっておきを食らえ。騒ぎを起こしたくはない。機を逃してはならない。陛下に慈悲だ。大帝よ、ここへ。私に続け。立ち切る。これで万全だ。後悔しても遅い。過ぎ去ったことは有用で。コーヒーって本当にまずい。Thank you.